たかし猫チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。久しぶりの登場となります。今日はですね、アンパンマンのボーリング、アンパンマンのボーリングということでね、可愛いピンもいっぱいありますね。こう見ただけでもね、バイキンマン、メロンパンナちゃん、アンパンマン、この青いのは何でしょうね、コキンちゃんですかね、ドキンちゃんもいますね。これをね、早速開けてみたいと思います。ということでね、このセットもね、これ久々に使いますね。ね、久々でしょこれね。まずね、ボーリングということでね、このボール、ね、ボーリングのボールが2個入ってますね。水色とピンクね、2個ちゃんと、そんなね危なくないですよ、ちゃんとね、軽めのちゃんとおもちゃのボールが2個入っております。ちょっと下置いとこうかな。そしてピンですね、ピンもね、ボーリングなのでね、10本入っております。はい、これがコキンちゃんとなりますね。コキンちゃん、そんでドキンちゃん、ドキンちゃんね。はい、10本並ぶかな、ここに。並ばないな。メロンパンナちゃんですね、メロンパンナちゃん、アンパンマンね。これね、順番はね、適当に取っちゃってますよ。順番は適当に取っちゃってますよ。はい。はい。はい。バイキンマン。バイキンマンと、赤ちゃんマン。ね、バイキンマン、赤ちゃんマン。置けないな、もう。ね。あと4本ありますよ。はい。カレーパンマン。カレーパンマンがいて、チーズ、メイケンチーズ。メイケンチーズもいますね。そして食パンマン、食パンマンがいます。そしてクリームパンダだね、これは。クリームパンダちゃんだ、クリームパンダ、クリームパンダね。ね、以上の10本がありますね。で、これを使ってちょっと遊んでいきたいと思います。1、2、3、4、5、6、あと6本。アンパンマンだけ倒れない。アンパンマンだけ倒れない。はい、もうね、倒れないんでね、もうすごい近いところからね、もう反則並みに近いところから倒しに行きますよ。行きます、せーの。おー、誰が残ったの？食パンマンが残っちゃったよ。
はい、ということでね、ストライクは出ませんでしたけどね、こう普段ね、やっぱりボウリング行ってもね、すごい下手ですから、まあね、しょうがないですよね。はい、しょうがないですよ。やっぱりね、アンパンマンのおもちゃなので、こう普通にね、こう飾っておいてね、部屋なんかに飾っておくのもね、すごいいいと思いますね。うん、可愛くていいと思います。はい。ということでですね、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ああ、ボウリング？俺、ボウリングほとんど行かない、行かない。行ったことないよ、あんまり。最近つってもね、もう、10年ぐらい前だよね、多分ね。10年ぐらい前に行ってね、いや、100点も行かないんじゃない？ 100 点も行かないよ、多分。ね、多分ストライクすら1回も出ないぐらいのね、そんなレベル。まあ、これはおもちゃだからね、でもね。楽しくね、楽しくできればね。もうあっちは、あれだもんね、本気モードだもんね、みんなね。こっちは楽しくやればいいんだから。そうだよね。